タコーフは、ソビエト連邦のボタン式アコーディオン奏者、音楽学者、作曲家。カザフアコーディオン演奏学校の創設者であり、45年間で300人以上の音楽家を教えた。また、カザフにおけるアコーディオン奏者のための統一レパートリーを作成した。トムスク州ジリャノフスクの農民の家庭に生まれる。学校教育を完全に終了しないまま13歳から働き始めた。1933年5月、通信ケーブルの修理中に起きた爆発事故で負傷して、トムスク病院とがん病研究所での治療にもかかわらず、視力を失った。1939年にトムスク音楽学校を卒業。同年から翌1940年までアバカンにあるハカスラジオ委員会でソリスト、1940年から1962年までアルマータにあるカザフラジオ委員会でソリスト、伴奏者として働いた。1950年に音楽理論を専攻していたオシュラコフはアルマータ州立音楽院の歴史学部及び理論学部を卒業した。1958年にソビエト連邦共産党に入党した。1941年から1962年までアルマータの P.I. チャイコフスキー音楽学校でボタン式アコーディオンを教えるとともに民族楽器部門を担当し、アコーディオン奏者のオーケストラを率いていた。1961年以降は、カザフ女子教育大学で教鞭を取った。1987年8月25日、アルマータにおいて、心筋梗塞で死去。遺体は、アルマータ中央墓地に埋葬された。ありがとうございます。